皆さんこんにちは、リコです。配信されたニュースで気になる記事をピックアップしました。首相は17日午後 APEC 首脳会議のため訪問中のサンフランシスコで記者会見し、報道各社の世論調査で政権への支持率が低迷している現状について謙虚に受け止めたいと述べました。時事通信社の11月世論調査では岸田内閣の支持率は 21.3%、自民党の支持率は 19.1% で、いずれも岸田政権発足以来の最低を更新しました。自民党の支持率が 20% を切ったのは2012年12月の政権復帰後初めてのことです。首相肝煎りの経済対策、給付金と減税を打ち出しますが、支持率回復にはつながりませんでした。首相は、世論調査の結果や指摘は謙虚に受け止めたいとした上で、臨時国会の審議で丁寧に説明するとともに、経済対策の裏付けとなる今年度補正予算の成立に全力で取り組みたいと述べました。また、総合経済対策の柱に掲げている所得税の減税方針について問われ、デフレに後戻りさせないための一時的な措置として、定額減税によって国民の可処分所得を下支えする取り組みを進めていくと説明しました。以前配信した内容ですが、自民公明の税制調査会長の定額減税をめぐるインタビューについて、公明税調は一回とは限らず情勢を見ながらと述べましたが、自民税調は1年、何年もやるのは現実的ではないと意見が大きく分かれていました。そして今回首相は一時的な措置と発言したので、おそらく1年限りということで話が進んでいくと思われるでしょう。今後の予定としては明日20日から所得税減税などを柱とする経済対策の裏付けとなる今年度予算案の審議が国会で始まります。引き続き動向に注視していきましょう。こちらのチャンネルでは日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。